はい、どうもこんにちは。ということで今回はこちらのコーレアドバイマリオット、こちらで一泊する予定でございます。まあ、こんにちは、コーテです。ということで、まあ、今までこのビジネスホテルとかそういったところは泊まったことがありますけども、このマリオット系列のホテルは初めてなので、まあ、めっちゃ緊張しております。もう15時ということでチェックインはできるということで、まあ、とりあえず中に入っていきたいと思います。コーレアドバイマリオットっていうのは、まあ、ランチとかありますね。まあ、高い5000円とかあと1000円ぐらいするランチとかありますね。ちなみにレストランは2階にあるということになっております。まあ、ちなみに ZIP の予備テレビ版とかでもこの実際ところで伝えている場所でございます。では行きましょう。地域共通クーポンはどちらとも使えるみたいですね。うわぁ、これは中入るだけでも緊張するな。ということでアルコール消毒しておきましょう。先はロビーですね。こちらにフロントがあるということになっております。ではチェックインを済ませたいと思います。無事チェックイン完了して、今回は15階のお部屋になります。フジ入るか、入りました。ということで、あ、フジテック製のエレベーターすごく好きですね。いいですね。まあ、一般的なビジネスホテルっていうのはカードキーを挿さないと照明がつかないという感じですが、ここのホテルに関してはこの照明を押すと光るという感じですね。おお、これはひどい。はい、一番安い方のお部屋なんですけども、まあ、結構広々とした空間ですね。眺めはどうかなと思うと、あ、まっすぐそこ高速道路が見えますね。結構台数が走っているということで、まあ、今回は僕的にはもう個人的になるんですけども、まあ、眺望がいい部屋を、まあ、リクエストしたので、まあ、この部屋になりましたという感じにはなりましたね。まあ、今回はありがとうございました。逆側見てもこんな感じですね。ベッドに関してはダブルベッドみたいな感じですね。まあもう一つはツインベッドはありますけども、まあ、ダブルベッドはこんな感じとなっております。ベッド側の照明はこんな感じとなっております。こっちをボタンを押すと、あ、消えるだね。この上が光るっていう感じです。はい、でフットはこの下になるかな。ここら辺が光るっていうわけです。で、マスターのボタンを押すと、これはこっち側の照明が消えるっていうわけです。あと充電するポットはコンセントと USB ポットですね。まあ、もう一つこっちに押すと、この照明が消えるっていうわけです。こちらには電話と時計と、あとメモ帳とペンです。右側に付いたいと思います。まあ、こっち側はエアコンのリモコンですね。で、この照明はこの照明になるということになっております。で、こっち側にもコンセントと USB ポットがございます。このチェアデスクいいですね。ここでも広々とした椅子なんですけど、座ってみるとこうなってて、おお、ふかふかで、こんな感じで、まあ、この引き出し部分は何もないということになっております。で、もちろんこちら、これはテレビのリモコンということで、ここで置くっていう感じかな。で、一応アルコールの除菌シートとか2名分用意してているということになっております。で、こちらには電気ケトルとあとお水2名分用意されているということになっております。で、この下が引き出し用、すると、コーヒーとお茶と紅茶かな。はい、こんな感じと
なっております。あ、コップも2名分用意されているということですね。で、冷蔵庫を開くと、こんな感じで、あ、空っぽです。それから、姿見が、でっかい、こんな感じになっております。で、クローゼット部分は、まあ、ハンガーが11個ぐらいかな。はい。で、あと、消臭ミスト。あと、アイロンができるらしいですね。アイロン。まあ、結構便利。で、椅子の読みの椅子ですね。で、クリアバッグ、なっております。で、パジャマは2名分で、こちらは金庫です。で、この下は、ひくる部分はないかな。はい。あとは、スリッパが2名分ですね。では、水回り行きたいと思います。おぉ、すぐそこにいます。洗面台。ということで、あ、外出系なんだ。まあ、普段であれば、透明性とかあったりするんですけども、このマニオット系列のホテルに関しては、外出系のやつを使っているということですね。もちろん、コップは2つ用意されていて、これはハンド&フェイスソープ。で、アメニティ隠しは、この引き出し部分にあるということでなっております。下は、タオル、普通のタオルとバスタオルですね。で、これは、これ引くと、あ、ドライヤーと女性用のやつですね。優しいところなんですけど、体重計があるんですね。へぇ、すごい。これ初めて見るな。お風呂場はこんな感じとなっております。あ、バスタブはないタイプですね。こちらにはシャンプーとコンディショナー、ボディーソープはボトルタイプとなっております。トイレはこんな感じですね。普通の等等性ということで。はい、一回流してみましょう。ちょっともったいないですけど。はい。これで、最新の等等っていうのは結構いいですよね。こんな感じとなっております。テレビはマサップ製ではなくて LG 製のテレビということで 4K のテレビみたいですね。で、一応このホテル、マリオットホテルなんですけども、大浴場があるみたいで、まあほとんどの方は大浴場を使用する方が多いですね。まあ混雑状況を見てみるも、まあ今の時間帯で言うと、まあ混雑されていないという感じです。2階に来ました。で、いきなりお風呂に行きたいと思います。まあ大浴場は2階にあるということで、では行ってまいります。はい、ゆっくりしながら今ね、セブンイレブンすぐ近くにあったので、まあちょっと飯行こうかなと思います。まあちなみにこのコーヒーなんだろう、日の出や、まあ、まるで出るみたいな感じになりますけど、ちょっとねゆっくりしながら行こうかなと思います。まあ17時半にはちょっと予定がありますので、それまでちょっとゆっくりしようかなと思います。今はですね17時30分ぐらいになりますけども、はい、まあ、結構いい景色見えるかなと思います。ちょっとね雨のハヌカスとかも見えたりするので、まあ、こっちには東急ステイとかありますね。まあこれからちょっとね用事とかでお仕事があるので、まあ行かなくてはならないという状況になりますけども、まあ帰ってくる時間はだいたい11時ぐらいまでに なると思うので、まあお風呂は12時前になりますけども、まあシャワーとか浴びるぐらいにしようかなと思います。では夜に切り替えたいと思います。では行ってきます。この時間でも清掃しているんでしょうかね。まあ普段によっては冷凍チェックアウトかな、そういったプランもあったりするみたいなんですけども、あんまり詳しくないので、もし教えてほしいとコメント欄でお送りください。夜のコートヤードです。ということで、まあ外から見ていきますけども、まあほとんどは用意されていますね。はい、まあ大体10組ぐらいかな、そういった感じになりますけども、まあ日曜日ということで、まあ結構かなり空いている日ということでしょうかね。まあ当たり前の感じになりますけども、はい、日曜日はこんな感じと
になります。まあ僕が泊まっているところがこっち側なんですけどね。はい、じゃあ終わりましょう。夜のマリオットホテル、全然いいですね。できました。はい、行きましょう。シャワー上がりにコーヒー飲みましょうか。キーコーヒーということで、ブレンディーもあったのでせっかくなので飲んでみたいと思います。まあ間違えて開けてしまったんですけど、はい、こっちがブレンディーでこっちがレギュラーコーヒーのキーコーヒーとなります。飲んでみましょうかね。こっちちょっと熱いな。まあ砂糖は入れてないですけど、あ、ちょっとね苦味がありますね。うん、まあ普通かな。こっち行きましょう。あ、断然こっちがいいですね。キーコーヒー、まあ結構おすすめかな。まあホテル自体はここはまあ普通にコーヒーの、まあ、マシンはないんですけども、まあ一応コーヒーが楽しめるところがありますよという感じです。ぼちぼち寝ようかなと思いますけども、まあ時間的にはもう1時半ということで、まあ朝食も一応合うということでもう寝ようかなと思います。まあカーテンを閉めるとこんな感じで、まあ、なりますけども、まあもうパジャマも着替えていいので、まあカーテンを閉めなければならないでしょうね。まあもちろんこのベッドも指紋付けということで、まあほとんどのマニアット系のホテルは指紋付けで使えているでしょうね。では見ましょう。意外とベッド広いね。キングサイズということで、はい、この照明を消すと寝ますので、では明日に向かっておやすみなさいませ。はい、これで、はい、寝ます。ございますということで、朝を迎えましたけども、まあ、結構ぐっすり寝れましたね。指紋付きのベッドなんですけど、めっちゃふかふかでしょ。うん、まあ普通のマニアット系のホテルに関してはもう全部指紋付きなんですけど、結構寝れましたということで、まあ今は6時20分ということで、まだ朝食の時間が7時からになるということで、だってそれまでちょっとお風呂に入ろうかなと思います。まあ大浴場は朝5時から入っているので、では行きます。朝ごとも入りましたので朝食に行きたいと思います。朝食は2階ですね。朝食はこんな感じと買っております。まあ取りすぎじゃないかって思ったりはするんですけども、まあ豪勢に食べておこうかなと思います。まあ昼もありますし、はい、今からですね朝食食べたいと思います。意外とねフレンチ意外とねフレンチトーストとかもあったりするんですけども、なぜかたこ焼きとかあったりするんですね。意外だな。はい、いただきます。またまたゆっくりしながら、まあ、外を見ながらつつありますけども、
まあ、こちらのホテルに関しては12時までのチェックアウトとなっております。まあ、普通であれば10時と11時前のホテルだったりするんですけども、まあ、こちらのゴールドヤードバイマイヤーズに関しては12時前のチェックアウトとなっております。まあ、意外にも楽しかったですね、このゴールドヤードバイマイヤーズ。初めてのマリオット体験でしたけども、意外にもチャンネル登録者数も800人も超えましたので、まあ意外に記念動画になるんでしょうかね。まあもちろん関係はなかったりするんですけども、まあこれが800人もありますし、まあ900人を超えれば、まあ非常に楽しいチャンネルかと思ってた気がしました。まああとはもう動画の編集するのに、あとはアップロードして、まあ、もう一本の動画も作っておかないといけないということで、まあ、ゆっくりして、あとはチェックアウトしていきたいと思います。今日はね、体験、本当にありがとうございました。ゲート駅ですね。はい、というか、といった感じで今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。